ありがとうございます。あの美しいゴールをご自身で振り返ってください。いや、なかなか見ないですね。なかなか見ない声を描きました。あのトラップから一連の流れですけど、完璧だったんじゃないですか。まあキーパーが出てたっていうのと、あとはまあ思い切ってちょっとイメージ的にはキーパー出てたなと思ったんで、あの打ってよかったです。中町さんのあの J1 での7ゴール目になりますけど、思い出深いゴールになるんじゃないですか。いや、でもあんま節目じゃないですよ、7って別に。まあでもいいゴールでしたね。はい、これが決勝ゴールになりました。そうですね、まあ、今あの前節チームがいい形で勝って、まあ、それを引き続きあの勝利で続けたいと思ってたんで、あの良かったです。中町さん、この試合に向かう前にこの一戦が非常に重要だということをおっしゃってましたけど、まあ、この後も力のあるチームと対戦続くんで、あの連勝して挑めるのはいいと思います。次の一戦に向かってサポーターに一言お願いします。まあ、ホームであの勝てたんで、ここからあの連勝ガイド続けていきたいと思います。次も期待してます。ありがとうございました。